釘調整。釘調整とは、パチンコ玉の流れを制御するために、パチンコ台の盤面に打ち込まれている釘や風車の角度等をハンマー等で叩くことで調整すること。主にパチンコ台で重要なスタートチャッカー。ここをパチンコ玉が通過することで、フィーバー機なら大当たり抽選の開始、跳ね物なら焼く物への入賞ルートにある障害物の開閉開始契機となるアタッカー。 フィーバー期において大当たり時のみに開く、入賞校などへ流れる玉の数を増減させ、最終的な出玉を増減させるために行われる。釘調整を専門に行う人間は俗に、釘師と呼ばれ、釘師サブヤン、ビッグジョーといった漫画の題材となったこともあるほか、近年では、釘師養成のための学校も存在する。なお、釘調整は日本では、厳密には違法行為とされている。 警察側の指導ではメーカーから納品された状態での許可を出しているためにその仕様を変えるならば必ず許可を受けなければいけい。警察は従来黙認していたが2015年頃より調整に関する指導を厳格化している詳細は下記を参照。パチンコ店は営業終了後から開店までの間に遊戯客と店舗の利益の調和を目的にパチンコ台の遊戯盤面に 直接された障害釘の間隔を拡大または縮小したりする調整を行う。障害釘は一般的に遊戯釘または単に釘と呼ばれる。パチンコは遊戯客が発射ハンドルを操作して遊戯球を盤面上に弾き出し、弾き出された玉は流下する途中で障害釘や風車その他の装飾類に衝突や接触を繰り返し、その衝突や 接触の反動で指導口や昇球口に入賞することを可能としている。遊戯玉はパチンコ遊戯に使われる玉、鉄製で直径が 11mm、重さ 5.4g 以上 5.7g 以下に規定されており、規定に沿った玉が使われている。釘は真鍮製全長は 35mm で、釘かさぶ 1mm、釘先端部 3mm、 本体胴部 23mm、螺旋胴部 8mm からなる遊撃メーカーによって違いあり。釘ミリ 1.7mm から 2mm 遊撃メーカーで違いあり。先端部と本体胴部の間にねじり状態の螺旋部があり、これによって遊撃球が釘に激突しても衝撃で簡単に緩んだり抜けたりする子はない。風車に使われている釘も真鍮性だが、 障害釘とは異なり全長3 3トルである。こちらには螺旋部がなく、先端は通常の鉄釘と同じ形容をしている。遊戯板は製造された時代やメーカーによって異なるものの、おおよそンチ4 5トルから5 0トルの幅で厚さ2 0ト、mm、ルのベニヤ合板に障害釘を直接したもので、遊戯板面の中央には、 薬物と言われ、ある種の条件を満たすことで作動する大入賞装置が備えられていたり、図柄表示装置が備えられていたりする。また中央薬物、図柄表示装置の周辺には入賞光や大入賞光、光物や機種のキャラクターなどが排泄されていて、遊戯客の教師を増大させる工夫がなされている。遊戯盤面の呼び方はメーカーによって様々だが、通称、セル。 ベニヤ、糸などと呼ばれ、遊戯盤などと正式名称を呼ぶことは少ない。釘はこの遊戯盤面に、遊戯釘の先端から 17mm 打ち込んであり、釘かサブ 1mm を加えて 18mm が、盤面上に突出している。障害釘は機種によって様々だが、おおよそ150本から350本が1枚の遊戯盤に直接されている。 一般的に無駄な釘は一本もないと言われているが、無駄な釘も存在している。遊戯反面に、直接された障害釘はその目的によっていくつかのグループに分けられており、そのグループ名によって場所が特定される。遊戯反面の最上段に、直接された釘で三本から七本位まで横一列に並んでいる二千年頃までは、点四本と呼ばれ四本釘が常だった。 一般的に遊戯反面に弾き出された遊戯球が最初に激突する釘である。釘が連なって直接されている状態を指し、遊戯球を目的の場所へ導くための誘導釘であったり、薬物を遊戯球の激突による破損から守るための壁釘であったり、次のような種類がある。鎧釘、袴釘、逆袴釘、誘導釘、過去釘などあるが、 地方や店舗によって呼び方が異なることもある。一本一本の釘の間を遊戯球が抜けていくだけの間隔がある独立した釘でよく見ると横一列にきれいに並んでいたり正六角形に近い状態に配列されていたりする。入賞口やワープ入り口、通過チャッカー金坊に直接された2本か3本の釘で遊戯球の通過を制限しなくてはならない場所に 直接されている。命釘金棒に直接された一本の釘で、この釘の上げ下げ左右への振り調整で入賞が大きく、左右される場合がある、ジャンプ釘と呼称されることもある。釘調整には様々な用具や支援装置があり、先端を知る釘調整者の技術は 0.01mm 間隔の正確な調整能力がある。 0.03mm から 0.04mm の間隔調整が図柄表示装置の指導回数0.1回分に相当し0.1回分の指導回数の違いが店舗と遊戯客の利益の調和に大きく影響している。釘間隔の拡大縮小に最も多用される用具の一つ、鉄製、真鍮製、ステンレス製のハンマーがある。 釘調整者でハンマーに関わる人は多く、理由は釘を叩いた時の音、釘を叩いた時に釘傘にできる傷、ハンマーの重さ、柄の持ち具合と様々である。鉄製ハンマーは音は良いが釘傘に傷をつけやすい。真鍮ハンマーは釘に優しいがハンマーに凹凸ができやすく、手入れに時間がかかる。ステンレスハンマーは音で鉄製に負けるが凹凸は真鍮ほどできないので、 手入れも簡単。音で遊戯釘が緩んでないか、確実に曲がったかなどの判断も行うため釘を叩く、時の音は大切である。音で釘調整者の技量まで見抜いてしまうような不確実な習慣も存在する。一見ドライバー風に見えるために、ドライバーと呼ぶ人もいるが、棒の先端が二股に割れており間に釘を挿入して、釘を曲げるために用いる。 釘を挟んで曲げる用具で、まるでペリカンのくちばしのように平たく長い。遊戯板に直接された釘を正面から挟んでも釘傘を痛めることがないように、釘傘が当たる位置には溝が切ってある。1980年、昭和55年に三強のフィーバー機が登場してからも、1985年頃までは、ゲージ棒一本にハンマーか。 調整棒一本を持って釘調整がなされていた。しかしコンピュータの発展とともに遊儀機から多様な情報が得られるようになり、伴って釘調整も多様化し、ゲージ棒一本で調整するなどということはなくなった。遊儀機の登場とともに存在した釘間、計測用具で、長さ12から13センチメートル、太さ直径3ミリメートル程度、用具メーカーによって、 様々な金属細棒の両端に釘管を計測する金属球を取り付けた用具でパチンコ玉と同じ直径 11mm を基準に 0.01mm 単位で大きさの違う金属球がついている。遊戯半面に説明させて簡便に使えるが弱点は定点計測ができないことで金属球の大きさに合わせて計測する釘の位置がずれてしまう。 テレビのパチンコパーチスロ番組等で、釘の解説に使用されることも多いため、一般のパチンコファンにも、比較的な地味のアドウグである。フィーバー機の登場で、パチンコ遊戯のほとんどが大当たりを求める確率のゲームに移行したため、1分間にあるいは1000円の貸し玉料金で何回図柄表示装置を始動させるか、いわゆるボーダーランディー論など細かい配慮が必要になり、時として、 釘管を大きく開けることが要求されるようになった。ゲージ棒で対応した大きさが販売されないため、障害釘の釘傘の裏に、切面させて使う板ゲージが出現した。板ゲージは 11mm から 17mm 程度まで幅の違う板が、数十枚あって、指導回数に合わせて板を選択して使うが、弱点は、極めて大雑把な調整しかできないことである。 使い方は、釘傘の裏に板ゲージを差し込み上下させて使用し、その時に発生する微妙な動作抵抗の変化を感じ取って調整するため、人によって動作抵抗変化の感じ取り方が様々といった硬さがある。1989年、平成元年にデジタルゲージが考案されて、より正確な釘間測定が可能になった。数社から販売されたが、 必要性を認識しない人が多く普及は進んでいない。デジタルゲージは釘の定点測定を可能としたため0.03から 0.04mm が指導回数0.1回の違いに相当することが明らかになった機種によって違いがある。多様なデジタルゲージをそれぞれ使ってみると個々に長所短所が見え隠れする。 あるメーカーのデジタルゲージは正確だがあまりにも重すぎるのと高すぎる。あるものは手頃の価格だが機種によっては装飾類が邪魔して使用不可また、あるものは持ちやすいが、柄の部分がパチンコ機の上皿に当たって気がつかないと不正確な数字を取得するなどようである。2000年、平成12年頃からにわかに直接された釘の角度が重要視されるようになり、 様々な用具メーカーから角度測定用具が発売されるようになった。ステンレス製で厚さ 1mm、幅 15mm ほどの平板に0度から10度まで計測できるように加工を施してある。使い方は用具の先端を遊戯盤面に切面させ、N 角に加工された用具の一面を釘の本体に切面させて計測する。ステンレスの他に プラスチック製であったり、スライド式角度調整用具等もある。遊戯盤面の釘配列及び装飾類の配設は、釘調整用具の使いやすさまでは配慮していない、盤面が多く、そのため、角度ゲージが使えない箇所など多い。近年は、遊戯盤面に取り付けられる数が減っているものの、遊戯盤面に必ず取り付けてある装飾類の一つに、風車がある。風車は、 遊戯球の流下速度に変化をもたらしたり、方向を変えるなど重要な役目を担っている。近年の遊戯盤面は、逆墓区議下の風車から指導口までの距離が遠いため、勢いよく回る風車でないという遊戯球が、指導口に到達する前に死に玉となる確率が高くなるなど、風車の回転状態が、指導口入賞に影響を及ぼしている。 当然、風車の取り付き角度は、手導口側へ N% の玉を送り、アウト側へ N% の玉を送るなどを目論んで調整される。風車本体は測定の邪魔になって、用具の開発が遅れていたが、風車釘の根元にゲージの一方を差し込み一方が、風車釘の頭にあって、風車釘の頂点のズレから計測する方法のゲージが開発された。 他方風車を軽く押さえて、物差し状の測定用具で、風車の円盤と遊戯盤面との距離を測定して取り付き状態を確認したり、ノギスのデプスバーを使って計測する用具が考案されている。統一ゲージの遊戯盤を作る段階で開発されたゲージで、大阪の区調整者が使っていたのをヒントに考案された。使い方は、 数本から数十本の誘導釘の両端2本の釘を正確な角度に調整して両端に挟まれた他の釘を調整した両端の釘より叩き上げてしまったところでゲージ板を両端の角度を調整されたにずつがい両端に挟まれた調整していない釘をゲージ板まで叩き落として角度と列を揃える方法。簡便で作業が早くなるが強く叩きすぎると釘傘を ゲージタとの衝突によって痛めて舞う危険があるのと、釘傘を調整の基準とするため釘本体の並びには少なからず凹凸が残る。釘本体の並びの凹凸を減らす方法も考案されている。釘調整は釘の並びや形など美しさも求められるが遊戯客が楽しめる釘にすることが基本。そして店舗や遊戯客の利益の調和を図る。そのために、 大切なことが弾の流下方向や量を変えること、つまり、遊技盤の狙いの場所へ n、n% の弾を行かせて、残りのをどこへ向かわせるか、いわば方向や、量の比率を操作するのが釘調整である。確率の調整だから、絶対は存在しない。また、釘調整は、逆もまと言える。風車ゲージの項目で述べてあるように風車が勢いよく回ると、弾は、 指導口まで届くが回転の勢いを殺すことで指導回数を減らすこともできる。このように釘調整の全てに逆の作用があることを認識する柔軟な対応が求められる。遊戯台を店舗の島、台を一列に設置してある場所を島というに設置する時、寝かせと言われる傾斜をつけることが0度から1度までの範囲で認められている。 一般的に4分とか4分5輪の傾斜をつけると表現するが遊戯台の下部を手前に12から 13mm 引っ張り出した状態で取り付けるか遊戯台の上部を奥へ12から 13mm 入れた状態で取り付けるかして傾斜付けられている。寝かせの傾斜をつけることにより玉はガラス面側ではなく遊戯場面側を通る確率が高くなるので遊戯球が ガラス面に当たる確率は減る。命釘は、直接された根元が狭く釘ぎかさ側が広いのが、一般的だが釘ぎ管幅の広いガラス面側を通る遊戯玉は、盤面側を通る遊戯球よりも、昇球口や指導口へ入る確率が高くなる。逆に渡りなどで、ガラス面側を通る玉は、釘ぎ管から落ちて指導口に届く前に死に玉となる、確率が高くなる。 流下する弾のスピードはセンサ別だ。そのスピードによって弾の飛ぶ方向が変化する。図、流下球の動き1の A と B では、遊戯盤面に直角になるように釘が直接されているが垂直方から弾が流下して、弾の芯と釘本体の芯にぶつかったと仮定したとき、A で示す方向、真上に弾が上がると思いがちだが釘が失うため、 B で示すように少なからずガラス面方向へ飛ぶとになる。遊戯台を垂直に立てて試し撃ちなどをした時に弾がガラス面に当たってバチバチと音を発するのはこのような理由が考えられるが釘のしなりが戻ってくるところで次の遊戯球が流下し来ると A で示すように真上に飛んだり遊戯盤面方向へ飛んだりするので垂直方向から流下して 玉と釘の振動子でぶつかっても決して一定の方向へ飛ぶわけではないことになる。C では釘を少し上向きに曲げてあるが、狙いは遊戯盤面側に多くの玉を集めること。だが龍下のスピードが速いと釘がしなうため真上に上がるとか盤面に当たってガラス方向へ飛ぶ子になる。図、龍下球の動きには遊戯盤を垂直方向から見た様子でわかり、 安いように釘は左の方へ大きく曲げてある。このような釘へ遊儀球が衝突した時、弾は曲げた方向の逆方向へ飛ぶ確率が増大する。目で見てわからない程度の角度調整でも、垂直方向からの流下球は曲げた逆方向へ飛ぶ確率が高いと考えなくてはならない。どの遊撃機メーカーでも一般的に風車の羽根は3枚で、大きさもほぼ同じ。 風車も垂直方向から流下する玉は曲げた方向の逆方向へ飛んでいく確率が高いと考えて結構だが単なる一本の釘のガリと違って不確実な要素を多く含んでいる風車には羽をはじめ凹凸がたくさんあるこの凹凸の当たる場所によっては玉の飛ぶ方向が変化するまた遊戯球が風車に激しく衝突して左右いずれかの 方向へ勢いよく回転している時に緩い球が流下してきた場合などは、風車の回転方向へと導かれる。風車で遊戯球の誘導方向の確率を高めたい時は、風車の円盤部を両手で持って力を加えて、風車釘を曲げて調整する。調整した後は必ず風車の回転状態を確認しなくてはならない。風車と、 遊戯盤の説面部に摩擦が生じると前述の風車の甲で説明したように玉の勢いを殺してしまう結果を招いて曲げた効果を変えられないことになる。ただし逆も魔、ま、なので釘調整者の意図するところが指導口周辺に多くの玉を寄せているように見せるための調整なら回転状態の悪い方が命釘は大きく開けられることになる。図、竜火球の動き3では A で示すように風車の円盤部を左に振ってある。このような場合には B で示すように右側へと流下する球が増える。逆に C のように円盤部を右側に振ってあると B のように左側へと流下する球の確率が増える。遊儀釘の曲がりなど直接状態を確認するときは角度ゲージを使っての確認が最も良い方法だが角度ゲージを使わなくとも確認する方法がある。 特にレンクギで指導口周辺に遊戯球を誘導する。釘は打ち込みの位置ずれがあるため角度ゲージで一本一本確認することがマイナスとなることもある。釘は上下の曲がり具合の確認、左右の曲がり具合の確認、レンクギの並びの確認などによって見方が違う。まず上下の上げ下げ角度の確認は慣れを要するが、図、上下角度の見方、A で示すように、両面の目で 釘傘の頭頂部を捉え、釘傘に隠れて釘元帯道部の根元が見えない時には盤面に対して角に直接されているか N 度以内に収まっていると考えてよい。ところが B で示すように釘傘の下に直接された釘の根元から本体道部まで見えるようになると7度から9度の範囲で時計の12時方向へ曲がっている。C は 逆に7度から9度6時方向へ下がっていることになる。釘傘に対して釘の根元が見え隠れする境目が N 度と覚えることによって釘を叩いた後から角度ゲージを当てがうことができるので作業効率が上がる。釘の左右への曲がり具合の確認には遊戯盤面セルを鏡面に見立てて確認する。一般的に命釘や渡り釘、添え釘や逆破の出口釘を省いて 左右への振りはつけられていないので盤面セル表面に見立てて確認する方法が効果的。遊戯盤面に対して左右直角に直接されているかどうかを確認する場合、直接されている釘の正面、髪型から盤面セルを見て釘胴本体とセル表面が一直線に移る場合は直角に直接されていくことがわかる。B、C に見られるように、 くの字や、逆くの字に見えるようでは、左右に数度曲がっている。必要なら、ハンマーで、釘の頭を叩いて、角度の修正を行う。誘導釘を数多く叩いて正面から見ていると、感覚に狂いが生じてくる。正面からはなかなか正確に見えない並びの乱れも、誘導釘の斜め下から見上げたり、斜め上から見下ろすことにより、並びの凹凸を、 はっきりと捉えることができるので修正も簡単に行える。遊戯客に人気の機種は撤去されることもなく数年間設置された状態になる。稼働が良いわけだから遊戯球が繰り返し通る釘は摩耗が進む。摩耗が進むと当然釘が折れたりする。また、玉はほとんど摩耗部分を通過することになる。釘汗せは 一般的に釘に急動ができたとか釘が痩せたと表現するが、釘痩せが進むと釘調整しても効果を得られにくくなる。つ、釘の部位の釘痩せ部で示したように摩耗が進む。この症状は、天釘や誘導釘のみならず大小の差こそあれすべての釘に発生する。命釘の釘痩せに気づかないと締めても締めても効果が得られないので、ごとをやられているのではないかと、 善良な遊戯客に対しても疑心の目で見ることになる。玉ゲージも板ゲージも釘やセ部以外の箇所が計測部となることが多い。釘やせによる影響を解消するには警察署へ変更承認書を提出して承認を得た後に痩せた釘を新品釘に交換することにより解消することができる。遊戯機メーカーの基本ゲージの作り方でプラスゲージとマイナスゲージが存在する。 プラスゲージは図、プラスゲージマイナスゲージ A で示すように、玉小道である 11mm より大きい間隔で、釘が直接されている。プラスゲージを閉めた時にはいかにも閉めましたというような形になることもあるから閉めるには、玉の寄りを減らすなどの工夫が必要だ。マイナスゲージは、プラスゲージとは逆に B で示すように、 玉リ1 1ト、mm、ルより狭い間隔で遊戯釘が直接されている。この場合は釘間を開けないと玉が通らない。見た目に釘傘が大きく開いているように見える。近年における遊戯板は先に紹介したベニヤ合板の他に厚さ1 0ト、mm、ルのポリカーボネートの透明な合成樹脂を使った遊戯板が使われるようになった。1996年に 透明な板に釘を打ち付けて、モニター画面上に装着する方法が考案され、特許出願されたが、審査請求がなされなかったためみなし取り下げとなって、誰でも開発できるようになったことから、遊儀機メーカーによって、ポリカーボネートによる透明な板に釘を打ち付けた遊儀板が使われるようになった。透明板の登場で、全面液晶画面が可能となり、 遊戯客の教師を増大させることに成功している。ベニヤ合板に釘を打ち付けた場合、釘の先端は板の柔らかい方向へと逃げて打ち込まれるため、同一機種でも2台と同じ台を製作することができない現状がある。厳密に見たときすべての台の釘はバラバラの状態と言える。そこで人の手によって基本ゲージに近くなるように修正されたものが各店舗に納入されるが、 店舗では、さらに独自の基準を設けて、釘の角度、渡りの幅など、盤面のすべての釘を触って統一した状態で、店舗に設置して、回転を迎える。こうした調整が統一ゲージと呼ばれる。これにより、遊戯客に同一の遊戯機を提供することができるとの建前だが、遊戯盤の制作段階で位置ずれした釘が打ち込まれているため、もう安べたな調整に止まっていると言える。 ベニア合板に比較して、基本ゲージにほぼ忠実に仕上がるため、人の手をほとんど加えることがなく統一ゲージの製品が製作される。今後は数年でベニア合板に変わるものとして注目されるが、難点は釘を叩いた時の音の悪さで曲がったのか、曲がっていないのか計測ゲージを当てるまでわかりづらいところである。また、ベニアに比べると硬く、 釘が折れた際などでも釘抜きに手間がかかることがある。パチンコ台に打ち込まれた国等の状態を書く、パチンコ店が独自に調整することは、本来厳密に言えば違法である。もともとパチンコ台は、風俗営業等の規制及び、業務の適正化等に関する法律、以下、風適法と略すに、定めのあるところにより、出玉率等が一定の基準内に収まっているものしか、 パチンコに設置することができない。実際には各都道府県の公安委員会で遊儀機規則に基づいて保安通信協会等の指定試験機関による形式検定に合格を経て公安委員会から認可を受けたものということになるがパチンコ店が独自に釘調整を行うということは厳密に言えばこの形式検定時の釘の状態を変更することに他ならない。 またその変更を行うことにより、明らかに台の性能に影響が出ることは避けられない。ことから、建前上は、風適法第9条違反、公安委員会の承認を受けずに、設備の変更を行うとして、処罰対象となる。しかし、実際には、パチンコ店において国調整が行われている。これは、建前上、客が遊戯して、おびただしい数のパチンコ玉が当たることで、 釘が元の状態から変化してしまうが、風的法第12条に規定された設備技術基準適合維持規定があり、店のパチンコ台は公安委員会の遊劇規則をクリアした技術基準に適合するように維持しなくてはいけないため、店ではあくまで元の状態を維持するメンテナンスの範囲で行われているということになっている。釘調整はパチンコ店の経営戦略の要である出玉を 管理する利益コントロールとも関連ているため、店では釘調整は日常的に行われている。釘調整は遊戯機の認定及び形式の検定等に関する規則の遊戯釘は遊戯版におむね垂直に打ち込まれているものであること、いう言葉のおおむねといった曖昧な表現が使われることによって可能になっていると考えられている。メーカー関係者がホールで 釘調整を行うことは普通ない。釘調整は承認変更の出玉に関わる部分に当たるので事前申請に当たる。これに類する行為は風的法違反となるため。この名目に従えば一度実際の営業にパチンコ台が使われ始めた後はメンテナンス目的以外での釘調整を行うことは一切許されないことになる。 ただ実際には営業開始後もパチンコ店の担当者、多くは店長クラスの人間により営業時間外に釘調整が行われることが多い。よって営業時間中に当該パチンコ台に対し釘調整が行われているかどうかを確認することは現実問題として困難であった。そのため警察も明らさまに釘を曲げるなどの行為が行われていない。限り、核。 カチンコ店による釘調整を黙認せざるを得ない状態となっていた。逆に言えばあからさまに釘を曲げた場は、摘発対象となり、実際に摘発例もある。上記のように、あくまで釘調整は、本来違法だが黙認されているものに過ぎなかったため、当時でも釘調整を大っぴらに公表すると、警察の指導、処罰の対象となる場合があった。事実、NHK スペシャル、新、 電子立国でパチンコをテーマに取り上げた際には番組内でパチンコ店のグランドオープン初日の営業終了後に店長が各メーカーの担当者を集め釘調整を給するシーンを放映したことからディレクターの間用が後に著書で明らかにしたところによれば後日当該パチンコ店に警察の指導が入ったというところが2015年に入り 警察庁生活安全局が一般入省校及び中央入省校付近の区議調整が形式試験時のものと大きく異なっていることを問題視するようになった。具体的には店舗に設置されているパチンコ機を実際にし出し、その結果が形式試験時のベース値と大きく異なっている場合は当該パチンコ機が不正改造されたものとみなすという 法で不正な区議調整かどうかを判断するという基準を提示しており、これに基づき有儀産業健全化推進機構が同年6月より実際に実態調査を行っている。なお、同機構では調査開始から半年間については事情作用を促すため不正な事例が見つかっても警察への通報は原則行わない方針を明らかにしているが、福井県など一部の都道府県では 気候の調査とは別に警察による立ち入り調査が行われている。また、区議調整をめぐっては、店舗だけでなく、メーカー側にも処分が課せられる可能性がある。こと警察庁側では明らかにしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。